浜崎正義のクラフトパパ。クラフトパパです。今日はどうも、はい、私生まれ変わりました。何クラフトパパ、まあ、第2シーズン突入ということで、私もですね姿形を変え、今回挑もうということでございます。はいはい、この人でしょ。そうです。これ俺だよ。あ、その下のやつが僕です。あ、本当だ。そうなんですよ。これ何なんですかね。ヤドカリ的なことなんでしょうかね。虫的な。ここのスタッフがどうせお前賃貸だろっていうことで、賃貸暮らしのお前はヤドカリだろっていうことで、名前はまだないんですけど。名前はずっとトミー。じゃあちょっとせっかくなんでね、ちょっと僕いつもの定位置の方にちょっとずらしていただいて、はい、この辺です。逆です。あ、数ヶ月ぶりなんで ね、 そうね、あの時間が空きましたけども、はいはい、クラフトパパ第2シーズンということで。もう忙しかったのよ俺。ですよね。ちょっと落ち着きましたか。だいぶもう、そう、落ち着いているようないないような。あ、なるほど。ちょっと空いたということで、はい、今ここだということで、隙が空いたらすぐね我々は入り込みますから。よろしくお願いいたします。勘弁してくれよもう。いやでもファンの方々も、うん、この動画を楽しみにされている方が結構いらっしゃいまして、うん、当初は、ね、うん、ものづくりよりも曲を作れって言ってたファンが、うん、今や、うん、曲もそうだけどものも作れという。さあ第2シーズンですけども、うん、一発目今回は何を作ろうかなと。フォトフレームって分かる？あの写真を入れる。そう、はいはい、だから DIY の基本だよね。あ、なるほど、うん、45度、はい、出すっていうね。しっかり撮らないと組み立てられないってことですかね。そう、基本的にすごい作りやすいんだけど、うん、俺デザイン苦手やねん。あ、写真をこう彩る。なるほど。ということで、まあ、今回も、まあ、もちろん山さん一人じゃなく、なんか一緒に協力して作っていただく方、はい、川上店長どうぞ。クラフトパパお願いします。もう早速、はい、シーズン2は川上店長メガネをかけてるの。あ、そうなんです。言わなかった。ほぼ見えてなかった。あ、そう、見えてなかったんですか。危な。俺指切るかもよ。説明していただくと、はいはい、よく市販で売ってるフォトフレームっていうのが、うんうん、こんな感じになっていて、確かに裏がこうやって留める金具がついていて、板が入ってる感じなんですけど、うん、ここにね、溝がね、やっぱりガーッとこう。あー、なるほど。これを作らないといけない、うん、あとはもうちょっと簡単に作るやり方、うん、ずらして枠を作ってます。で、この枠を止めてるのがタッカーっていう、うん、ホッチキスの強いバージョンみたいな。裏が、はい、こんな感じで背中に枠が入って、うん、ここに写真が、うん、それだと溝を掘らなくていい。初心者の人でも作りやすい。これ2種類でこういったやつ2種類ってことは計フォトフレーム4つ。まずは素材何使うか選びに行った方がいい。なるほど、木を選ぶと、うん、はい、行きましょう。クラフトパパ、じゃあ木材の木材売り場に。あ、あれあれ、これは俺が塗ったやつだ。山さん MV の中で塗ったやつですよね。ただ山さん、これなんか気づくことありますか。山田さん本人が塗装した実物です。はい、虹の続き、はい、漢字でしたっけ。いや違います。あ、違う、ひらがなです。そうですよね。、うん、ちょっと私これ作った人じゃないんで。責任をね、誰かにね、なすりつける感じがしましたけども、さあお二人とも、はい、木を選びましょう。そうなんだよ。そうですよ。適してる木の種類とかっていうのは どうなんですか。それはもう好みなんですかね、ここは。そうですね。あと背中に元にする板はこういうラワンの、こういうのがいいね、はい、ラワン材がいいね。丸棒使ってやろうかな。丸、え、難しくないですか。難しいでしょうね。ねえ、なんでちょっと逆切れなんですか。人生チャレンジだから。なるほど、チャレンジ精神で。で、あと端材を使ったやつ、はい、あとはあの足場板とかだと結構雰囲気も出るので。これいいじゃないですか。7ミリとか。あ、これいい、これいい。これもあるんです。短く裂いてるもので、一個一個雰囲気が違うので。あ、これいい、ね、これいいじゃないですか。これで、あ、それがじゃあ4つ目ということですか。はい、おお、ここに来てフォトフレーム
丸棒で作ろうって言った俺が後悔するかどうか。もう早くもしてるじゃないですか。早くもしてるよ。これで作りましょう。早速作業にかかりましょうか。クラフトパパ、最初にフォトフレームこれ1本で作った方が合理的かなと、はい、斜めに切るから、え、ちょっと待って違う、これよりも大きくないとダメなんだ。これは写真のサイズ、写真のサイズなんだ。はいはい、だからそれより大きく撮らないといけないから、わかんねえな。ちょっと待ってよ、どうしたらいいんだ。120だ。じゃねえな、じゃねえな、じゃねえな。ある程度長めに撮っといた方がいいってことなんですかね。ってことなんだろうね。ああ、やっぱこれぐらいだ。フォトフレームだったら、ちょっと待てよ、いけんのかこれ、うん、切ってみると意外と、あ、間違えたとか。ちょっと待ってください。ね、すごいですね。一回失敗してみろやってね。DIY は失敗しないと。そっか、シーズン2のこのメガネをかけた川上美女、ちょっと厳しくなってる感じがね。DIY の家庭教師みたいな感じになってます。本当だよ。見守ってます。見守ってますね。ちょっといけんのこれ。大丈夫です。なんとかなります。クラフトパパ。よし。まずはこの上下を。はい。ちょっと待ってよ。緊張の。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。あ、ここだ。大丈夫ですか。これが外、こっちが外。はい、そうですね。こうしないといけないわけです。だから、こうでしょ。こう。全然違うじゃん。こう、こうか。こういうことだよ。違うやん。やっとできた。これで、これでここ。はい。ちょっと小さかった。え、サイズが小っちゃかった。ちょっと小さいな。ちくしょう。の方をここからここまで持っていけないので、お、約2本それちょっと足りないですね。ちょっとだから約、90なんで、で、あれ、スタッフさんが出してくれてた紙は意味があった。いや俺ね、このだからここを出してたの。この番組は俺を落とし、こっちだって早く完成してほしいと思ってるんですよ。分かったよ。多分こっちを出そうと思うと、サイン、コサイン、タンジェントみたいな計算。算数の、数学の勉強になりましたよ、もう。お受験を控えた、正義くん。一番苦手な分野やんけ。原寸合わせでやった方がいいです。なるほど、はい、そうしよう、オッケー。俺は自分を捨てる。もう老眼合わせになっちゃう。なんか一個言っていいですか、やっぱさ。どうぞ。写真って、長方形じゃないですか。はい。え？せ、ん？な？それ4つ作ると。ああ、本当だ。いやー、やべ、俺行ってよかったのかな、これ。取れ高が。そうなんだよ。いや、これだって、めちゃめちゃ手間取っとるよ。そうですね。でもなんかフォトフレームってなんかすぐできそうだけど、やっぱりその45度をね、組み合わせるっていうのは意外と難しいところでもありますよね。よし、やっと1個できたよ。いや、大きな一歩だと思いますよ、これは。本当にそう思う。いや、思います、思います。ん？あ、そうなるのであ、そうか、うん、1個目からその木を使ったから結構難しくなっちゃったかもしれないですね、もしかしたらね。なんだこいつ。難しいですよね。難しい。え、お手上げ、お手上げ状態。そうなの。こうなりたいんだよ。はいはいはい。柄が合うように。そうなんだよね。でも結局なっちゃうので、こう切る形になる。こんなに難しいんだ。やべえ。これやばいよ。これはやばいです。やばいよ。ちょっと一瞬止めてもらっていいかな。クラフトパパ。デザインも今思いつかないし、俺何にもやってねえ。あれ来る山田来ますか。我々は手を抜いてないよ。出せるなよお前。金髪さん。